どうも、キスケです。今回はですね、ゴジータブルーをとんでもないことにしてやろうかなと思います。これ見てください。何でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、影薄すぎて、あのランキングあるでしょ、あれの報酬で交換所で交換できる、覚醒フラグメントになるんですけど、これ打撃タイプに装備できるフラグメントなんですよね。で、見てくださいこれ。はい、打撃攻撃 15%、 打撃攻撃 15%、 打撃攻撃 15%、 すごい頭の悪いフラグメントになってるんですよ。でつまりもうこれで打撃用ダメージ 45% っすよ。やばいよねこれ1枚で。で他にもこういうフラグメントをつけてます。はい、スロット3、打撃攻撃 35% でこれ、はい、スロット3、打撃攻撃 35%。これどういうことかわかる ?45%、35%、35%、115% の打撃用ダメージアップです。フラグメントだけで。これは笑いが止まらないんじゃないか?うん。もうなんか、ゴジブル2体分の火力やんみたいな。そんぐらい火力出ると思うんで、ちょっとこれで戦っていこうかなと思います。で、パーティーは神の木と。いう形になります。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。黄色からいくか。でザマス刺さるんでザマスでいきます。これでいこう。いやこれね、相手は知る由もないんですよ。フラグメントのみで打撃攻撃が 100% 超えてるっていう。マジ悪魔だと思うんだよな、マジで。打撃攻撃だけやけど 100% 超えてるんすよ。終わりよ。対戦お願いします。終わり合わせて、ああなるほど。はい、まあ気力減少するか。はい、あざすー。メインアビリティ溜まったけど、これで気力稼いで打てるよね。よし。打撃攻撃嵐です。はい、さあこれでユニークゲージ溜まるね。グーン、あざす。突進系の必殺アーツってさ、打撃用ダメージに関係あんのかな。あるような気するんやけどな俺。どうなんでしょう。オッケー、こうは、お前はここで終わりだ。全然回避せへんな。なんだなんだ。全部噛み合ってない。さっきから。まあまあしょうがないけど、打撃を振るか。はい、全部噛み合ってる。つれ、オッケー。シュー、通常で返して、はい、あざっす。ドンドン、ブッ。やべえ、強すぎマジで。やばすぎなんだがマジで。はい、これカウント付与される前に逃げちゃおう。 OK、 火力高いねトランクスベジータさん。死んじまったわアザマスが。はい、入んのかい。 OK、 ほい、悪くないね。おお、キャラチェンしていく。必殺アーツ。もうゴリゴリ削っていこう。これカウント付与ちょっと嫌なんで。いやー、最速ばっかや。最速ばっかり。つれ。なんか噛み合わないわ。この人と。相手は噛み合ってるけど。つらたん。どうしよっかなー、これ。
余ダメ 100% 上がった50ブルでちょっとなんとかするしかないね。入る、はい、さすがに削れないか、無理っぽいよね。まあできるだけ打ち込んで、ちょっとザマスどんぐらいのタイミングで帰ってくるのかわからんかったから、このままぶっ破するわ。ドーン、オッケー、あざっす爆うま、これはうまい。ただこういう時ライジング読まれそうなんだよな。さすがになかったか。まあまだあるね、まだある。ユニゲも残ってるしはい、あざっす、いいよ。ユニゲ貯めながらコンボ取れんのマジ感謝やわ。くらえ必殺圧、溶けろ、グバ、いい火力よマジで。あー最悪やこれは辛い相手。はい、チュー、打撃攻撃やばすぎマジで手札ハーキ、あざすこれがよだめ 100% の力か。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。震えろ、打撃アーツの火力に。なんでそんな火力出んにゃーって目飛び出してほしいね。よろしく、一丁いきます。手加減なしですよ。あー美味しい美味しい、どんどんどんぐらい入る、うひょー、たまんねえぜ、たまんねえマジで。はい、いやーバカおめえはバカマジでうますぎなんですけど。あざーす、勝ち確です勝ち確です。皆さんお疲れ様でした。次の試合にまだ行かないでください。いたぶる姿をちょっともうちょい見といてください。通常で落ちない、落ちないか、粘るね。あーミスった回入ってない。有利属性にわざわざ変えてくれる、はい、どないしたん、いいです、予約圧ですやべえ火力マジで溶けるやん相手、はいお、いい脇だ。なかなかいい勝負だ。さあマッチングしましたということで未来パーティーですね、対戦やっていきましょう。瞬殺じゃね言っちゃ悪いけどあれっすよ、別にプレイングステルスキルじゃないっすよ、突が受けれると思えないんですけど俺、ウルトラゴジータブルーの攻撃をフラグメントも厳選してねえし、なめられたもんだぜ。対戦お願いします。覚悟はええか、あーぶっ破してくるタイプね、はい、ぶっ破マンですね、まあ、これザマスで受けりゃ何も問題ないと思います。危な、はい、うまい997、うわはいこの必殺圧受けれるキャラクターがいるのか、おめえのパーティーに。ワンパン来いまあね、そりゃそうだわ、いつのキャラクターやねんって感じやもんな。さあ、あざす、悪くないと思います。外していくのがミスだったようですね。入るね、この人回避めちゃくちゃ見てくるタイプだと思うんで、しっかりと外していきましょう。
あ、外すっていうか即圧でいいか。断罪スルー、ナイス。まあ、嬉しくねえけどな、復活セル落としても。ゴジブルの打撃2発で沈んどったと思うし、なんならもったいなかったかも。なに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 、だるマジで希少すぎでしょ。うわ間に合う。マジっすか、今、回ってなかったか、コンマ5秒ぐらい遅かったか。いやいいか別に、でも思わん、別にいいか。変身していく、変身して回避するんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。変身モーション長すぎセル、かっこいいけど、あざすですよね、それは分かっていましたよ。はいはい、出てこない、いいねいいね使っちゃうよこれ。ロゼで受けるのもしんどいんじゃないか。あ、受けない、さすがに落ちると思うけどな。とどめだ、さすがにね。うん、はい、断罪されるみたいです。こいつ手札に射撃圧めっちゃあるな、おそらく思わん。いや、これさすがにワンパンはないと信じたい。 OK、 よいしょ。これはね、ちょっとあれですね、フリ属性無効なくなるまでちょっとキープやな。あー、キモすぎるマジで、近づいてくるのマジで勘弁してくれ。コロナ禍収まったか知らんけどよ。お前はここで終わりだ、あざっす。あ、間に合わんのかこれ、残念。登場です、ゴジータブルーさん柔らかいなロゼ、耐えれる通りがないっすよね。ガチで火力やばくない。さあ、マッチングしましたということで、未来パーティーですね、対戦やっていきましょう。お願いします。どのキャラも溶けそうやな、コジブルで大丈夫かいその辺は。対戦よろしゅう。打撃キャン振って、はい、入る。じゃあ必殺圧でいこう、ドンドン、つえーマジで。ダーゴ、オッケー、ナイス。いやー、まあこれ半身崩壊ザマス出てくる可能性あるんやけど、あー、そこでもう出てくるのか。あと一発いけるかなと思っちゃった。お、遠距離か、あ、違った。あー、残念、気力なし、気力を削り取りますはい、打撃が降るか、必殺圧、まあ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 、ダメージは俺の方が与えてんじゃね。入る、必殺圧、消えうせろ、パンチ、全体回復だ、この私だ、いいね、全部入るね、タックルはいはい、いやー、クイックアタッククソ痛そうクソ痛そうこれクイックアタックで死んじゃうよ、あざすそうだよな、そうなっちゃうよね。ドーン、さよなら。いや、悪くないと思います。あー、うまい、それは美味しい。さあ、ラスト全員吹き飛ばします、ライジング
あざした。またやろうぜ。いかがだったでしょうか、新しいねユニークフラグメントつけて PVP 回ってみたんですけど、まあこれねどうなんでしょうかね。実際のところは他にもまあ面白そうなフラグメントはあって、打撃発じゃなくて射撃版とかね、全員射撃タイプには全員つけれるっていうなかなか面白いフラグメントではあるものの、厳選がねクソめんどくさい。これ最強化にこれ使うんすよ、スロット解放ソウル。なんぼあっても足らんのよねこのメダルが。そこはちょっと難儀かなぶっちゃけ。まあ消しゴム50個で解放ソウルと交換できはするんやけど、なんか割に合わない感じはするし、ちょっとねまあめちゃくちゃめんどくさいんで、その苦労に見合わないフラグメントなんじゃねえかなって正直に思いますね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。